お疲れちゃんです。ラットレスで、今回はですね、新カードのアウトローを、使ったデッキを紹介したいなと思います。で、そちらがこちらでございます。そうですね、エリクサ平均コストが3.0と、めちゃくちゃ高回転なデッキに、アウトローが入っているといった感じです。で、基本的にスケバレ、ギャング、ヤリゴブ、コウモリ、ディガー、ただ、ザップ。この辺を回して、高回転で戦う感じですね。で、基本防衛時に、アウトローだったり、インフェルンドラゴン出す感じです。ということで、とりあえず、グラチャでいきます。んで、そうですね、アウトローは、僕的にですけど、強すぎず、弱すぎず、結構、いい感じかなと思いますね。別にめちゃくちゃ弱いわけでもないですし、逆にこれだけでめちゃくちゃなんかやられるみたいな、めちゃくちゃ強いみたいな感じもないんで、いいぐらいのカードかなと思いますね。で、ディガーと、プラスコウモリ。で、ここはもうアウトロー出しちゃいましょう。そしたらもう、後ろのダークネクロも処理できると思うんで、で、このアーチャーじゃないんだよな、これ。このカッコ仮アーチャーみたいなのいるじゃないですか。もう、仕事してくれると。で、またこれに、後ろからギャングとか回して、さらにディガー。すると、もうこれが入っちゃう。これが入っちゃう。これが入っちゃうのは、このデッキが高回転からです。高回転だからですね。よしよしよし。なんで、もうどんどん攻めすぎ、ぐらいは攻めてもいいですね。で、ここでもう、スケバレも出してあげて、攻めてあげると、相手はここで攻めっぽいしたいんですけど、あまり攻めれない感じですね。で、エリウィズが来るかな。これ美味しい。これは、相手が事故っちゃってますね。でもそう、スケバレのいいところが、やっぱミスを誘えるっていうところなんで、で、これは、無視で放置でもいいけど、ちょっとやっぱコウモリもったいないんで、僕ケチなんで、このコウモリちょっともう、さあ持ってたわ、そういうの。そうね、やっぱ、普段からケチなんで、そういうコウモリだけでなんか、いっちゃうのももったいないって思っちゃうんですよね。なんで、で、あと、それはいいんですけど、597は、ディガー削りだったりで削れるんで、スケバレやりゴブにディガー。よいしょ。エリウィズミスれ。はい。 エリウィズミスれでミスりますからね。で、で、これは小物をうまく出して。おお、カッコ仮アーチャーめっちゃ役してくれる。しかもヤーメ避ける。優秀すぎません？で、これは両サイド攻めですね。よいしょ。で、このスケバレも放置すると守れると思うんですけど、今ので300ぐらい。これはアウトローで防衛してあげて、よいしょ。スケバレも出して、コウモリに、はい、ヤリゴブに、もうこれ出すだけです。出すだけ。はい、ということで、2本落としの勝ちですね。結構小物多いんで、スケっぽいっていうのがしんどいと思えるんですけど、やっぱ小物が多すぎるからこそ、そうですね。相手が攻めてくる間にこっちも攻めてしまえば、相手がなんか攻めきれないんですよね。で、攻められても、相手は逆に防衛できないので、結構ダメージ与えられますね。ということで、で、そうですね、アウトローをしょっぱなに後ろに出すのも別に悪くはないと思うんですけど、意外と言うてこいつ5コストなんで、で、ここは逆サイこっち、リガーが来ない。で、ここは、で、ここにディガー。よいしょ。で、このポンプを壊せれたら、さらに、この左側のスケルトンと右側のコウモリでダメージも与えているんで、いい感じですね。で、相手がこれ大型を出してくるまでは、基本これを繰り返す感じで、大型を出してきた瞬間も、逆サイドを攻めたいところですね。よいしょ。このいいか。で、ここっすね。ここで相手が出してきたんで。このアウトロー、ちょっと意味ないかもしれないけど、
結果オーライ、結果オーライ、結果オーライ。アウトロー、これアウトローってその縦のやつとアーチャーを含めてアウトローじゃないですか。だからまじそこ呼びにくいですよね。なんかカッコ仮、あー、いや、インドラ強し。ああ、なるほどね。やれ。だから、なんか、アーチャーだったり、なんか、ナイトだったり、間違えて呼んじゃいそうで、しんどいですよね。多分、別、この、アーチャーとナイト、じゃあ、アウトローの、この、アーチャーとナイトのやつにも名前あると思うんですけど、まだ見てないんで、わかんないですね。ここは、まあ、スケバレ出してあげて、ここは、まあ、特に、あ、まあ相手があれ出したんで、ここで、よいしょ、よいしょ、もう意味わからないくらい攻めちゃいます。一個落ちろ、落ちろ。で、落ちてしまえばまあ、あ、でもこれあれっすね、結構ゴレとかに形作られちゃうと、あの、あれなやつですわ。あの、よいしょ、あの、ポイズンがないんで、あー、こういうことです。ポイズンがないんで、こうなって、もう、硬い作られちゃうと、サンクラ、ピッと折られちゃうやつですね。なんで、ここはしっかりも、落ち着いて防衛したいところではあります。よいしょ、この、アーチャー？アーチャーじゃないんだよな。でもまあ、アーチャー的なやつがめっちゃ火力高いんで、仕事してくれてますね。で、ここは相手がまあ、キング取り来たところをまあ、守ってあげれば勝ちですね。で、その間に攻めてあげれたら、相手はもう、ジジっす。しゃあということで、まあ、ゴレにも無事勝利といった形です。アウトローがやっぱ、なんでしょうね。防衛時もナイトとアーチャーセットなんで、使いやすいですよね。結構防衛してくれて。なんで、いいかと。あ、そう、名前。え？もうこの、アウトローガールとアウトローボーイなんですね、これ。知ってました？皆さん。アウトローガール、アウトローボーイ。いやー、もう、適当っすね。名前の付け方がもう、男と女で分けてますもん。ということで、まあ、ガールとボーイがセットになったやつですね。よろしくと。日本人の方ですね。ということで、ここは、まあ、ちょい待って、あれ。まあ、ここは、ディガーと、別にコウモリはこれ出さなくてもいいですけど、ちょいとプレッシャー与えられるんで、で、ここの言うのは、まあ、ギャングで受けてあげて、そのまま、カウンターでスケバレをつけてあげます。よいしょ。あー、30しか、そうっす。このデッキ意外と、もしかしたら、あれですね、30しかしんどい可能性はありますね。でもこの縦のやつが結構ヒットポイント高いんで、なるほどね。で、ここで、相手ザップ使ったんで、もう攻めてあげて、ここで、まあ、アイスゴレを使ってくれなかったですね。やりますね。で、この、やっぱファイボだったりポイズンがないんで、30死がもしかしたらしんどいかもしれないですね。ゴレもラバも、今インドラがあるんで、結構立ち回れると思うんですけど、スケラに対しても、高回転で。30死がしんどいですね。しかもこれ相手はダークプリンスも入ってるんで。で。よいしょ。OK！ で、このポンプを、もう一発、OK。殴れるのは大きいですね。で、ここの言うのは、しっかりジャップザップで。処理しておかないと危ないですね。いやー、これ難しいな。メガナイト欲しいっすね、これ。で、今、あの、ダクプリあるんで、これはダクプリで処理されちゃうんで、そうっすね。なんで、まあ、これアウトロー出して、リガ。アウトロー使ったらよくないか。30時展開されてしんどいわ。やばい。ここですね。ここを守りたい。後ろからインドラで、やりこぶと、やりこぶ。からの、これ、セット。ハッピーセット。よし。いや、ハッピーセット強い。
でもハッピーセットって呼びますよ。呼びやすいもん。で、からのカウンター。で、あー、そういうことしちゃう。そういうことしちゃうのはしんどいですね。でも、やられたらやり返しましょう。あ、ここはもう許容で。よいしょ。よいしょ。で、コウモリで。やっぱ小物多いんで、三重種のターゲット結構取れますね。いやー、しんどいけど。で、ここを、あー、カウンターにも何にもならない。で、ここはしっかりアウトローと、やっぱ小物を使って守りたいところではありますね。で、ここでアウトローを使っちゃうと、あの三重種がしんどいんですよね。もうどうしろって言うんですかね、ほんとに。よいしょ。よいしょ。で、ここはギャングで。よいしょ。あー、三重種処理したい。めっちゃくちゃいい試合してません、これ。で、相手多分また後ろから三重子展開してくるんで、ここしっかり守りたいですね。で、左は、ノーダメージなんで、まあ、少々のダメージは許容する感じで。あー、やばい！そんなことある？いや、けどまだ大丈夫。ここはもう攻めます。オッケー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 。いけ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 。ギャングも出して、もう一気に行くしかない。行くしかない行くしかない。行くしかないよ。で、気持ちいいザップ。グッドゲームです。グッドゲームです。いやー、今のは意外と良かったですね。三重子の防衛がやっぱしんどいですけど、しんどいですけどやっぱ小物が多いんで、回転でしっかり回して、あとは防衛ディガーだったり、を使っていけば、結構三重種に対しても全然勝てますね。今の試合を見てると。ということで、しかもこれ僕アウトローレベル8なんですよね。普通にグラチャリだと9レベルなんで、最大だと。1個下のレベルでも十分使えるってことはめちゃくちゃ強くはないですけど、はい、使えますね。はい、ということで、今回の動画は以上になります。では、バイバーイ。